どうも、ジーガルです。エルルが 3DS すれ違い対戦、すれ違いバトルしていきたいと思います。いや、すれ違いバトルしてきました。すれ違ってきました。じゃあ、すれ違った人を見ます、まず。さて、多分5人ぐらいすれ違ったと思うんですけどね。多分。いや、これはね、鍵ももらえるし、最高なんですよね。来た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 。4人の対戦とすれ違いました。卵の夢が少し増えた。おー。いいね。よし、結果が表示しよう。で、結果が出ました。お、負け取る1個。連帯の鉄条の排除の鍵。レベル49をもらいました。お、悪魔の書ばっかおる。壮大な鉄条の塔の鍵をもらいました。ほうほうほう。お、15章おめでとうございます。商品として燻製にかける3をプレゼントします。いらねえ。お、ジョーカーから世界の母さんの塔の鍵、レベル76をもらいました。いいね。よし。もちろんのことに全員保存しとこう。OK。で、ポイント的に、思い出の戦いかな？行きましょう。では、では。お、あった。まずこれから行きましょうかね、じゃあ。スクエニさん。まずステータス見ます。で、あ、そうか、なんか配合パターンがこれ。何を配合しようか、問題は。ん？なんか適当やな、これめっちゃ。これ、あんまいらんな、これでも。あ、一応もらっとくか、プラス高いし。一応もらっとくけど、あんま別に欲しいやつはおらんかな。あ、この素早さアップとか結構使えそうですね、これね。まあ、こういうのもらっときましょう、じゃあ。3番目もらおう、じゃあ。3番目もらいます、じゃあ。まあまあ、もらっといて損ないんでね、もらいまくります。でで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 で、スカウツ。ででででん。ん？めっちゃかわすやん。あ、スモールボディ持ちか。厄介だね。オッケー、82%。よーし。ゲッツ。まあ、配合に使えるんでね、こういうやつら。プラスも、まあ、そこそこあるし。で、スキル持ってるんで結構使えると。オッケー、じゃあ、次行きます。お、ゾーマズデビルおる。おー、ゾーマズデビル。いいね、これ。めっちゃええやん、これ。ちょっとステータス見ましょう。お、ランク B、少年レースでいけますね、これ。で、ゾーマズデビルも盗める。ランク A、お、盗める。お、しかもスキルジョーカー持っとる、こいつ。おー。やばい。で、次は何これ、何これ、ティス。ティコ。種族名ティコ。なやこれ。回復 SP でダイヤモンドスライム持っとる。ティコ。ランク C。こいつもなんかレアっぽいぞ、なんか異常に。見たことない、このやつ。あ、こいつ迷うな。こいつも行きたいな。で、大魔王の右手。あ、これは作れるんで、まあまあまあ、別にいらんとして。まあ、このティコか、あー迷うな、これ。レオソード。ゾーマズデビルか。やっぱゾーマズデビル行こうかな、じゃあ。いや、もうティス行こうかな。こいつ持ってへんから行こうかな、こいつ。いやいや。あ、でもこれはね、やっぱゾーマズデビルいきます。ゾーマズデビルもらいましょう。まあ、いつか見るでしょ、全員。どうせ。いや、でもすれ違い対戦やばいですね。普通に出てきますからね。こういう奴らが。で、しかも鍵ももらえてるっていうのがやばいですね。一回のバトルで鍵とモンスターを一体ずつもらえると。最高すぎるぜ。OK、スカウトアタック。しかもこれゲットしておけば多分ね、巡り合いの鍵でも出てくるようになると思うんですよね。A ランクの。そこは熱いですね。これ一回ゲットすれば、もう巡り合いの鍵でゾーマズデビルをいつでもゲットできると。まあ、それ熱いな。OK。てっ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 て。ではゲットしました。次いきます。お、これ負けたんがパーティーに。このパーティーに。なんだと？勝とうじゃ。まあ、勝てるやろ、多分これ。いけるんちゃう？これ普通に。ハートナイト VS ハートナイト。あ、相手プロフェッショナルや。まさか強いパターンが、これ結構。そう。負けるかもしれん、また。いや、でもこっちはアイテム使えるから。アイテムを使って、いや。バイ一緒に行こう。うん。まあ、いけるやろ。何？強い。あ、強い強い強い。よし、いける。倒せ。よし、ガンセゲットし、ナイスナイスナイス。オッケー、止めろ。
お、お、倒した倒した。おし、一匹倒したぞ。お、いけるいける、二体倒した。オッケー。買ったこれ買った。よーし、これ買ったわ。あ、強っ。え？え？お、お、マジか。マジか。マジか。くそ。これどうしよう。あ。どうしよう。スカウトや、ここは。よし、霜降り使ってスカウトしよう。よし。ここはスカウト。逃げ越しのスカウト行くぜ。さあさあさあ。よし。スカウトしたら買ったことになるんかな？おー、きつい、失敗。おー、きついな、これ。負けたっぽい。マジか。結構強い、こいつら。ちょっと、ちゃんとしたメンバーでいいかな。まあ、勝てへんな、これはちょっと。ちょっとやばいですね、これね。You lose. くそ。負けた。もう一回行こう。チームセットアップ。とりあえず、メンバー。お気に入りか選ぼう。よし。よし、これでいける。いけるはず。よし、勝つぞ。対戦。ほい。まあ、とりあえず対戦勝ちます。で、次スカウトします。まあ、対戦勝たないことにはね、話にならないですからね。まあ、勝てば鍵をもらえるんで、絶対買っとく必要があります。いきなりスカラ。いきなりピオラ。よーし。こいつ身代わりしたら勝てるやったの。うん、勝てるはずこれで。いけるはず。よし、ズドン。ほほほ、効かん効かん。よし、攻めろ。攻めるがよし。ふふふ、効かんよ効かんよ。ぜい。あれ？オッケーオッケーオッケー。メドローはドン。ドルマドン、ドン。よし。まず一体。で、身代わりと。身代わりと。よし、ドン。まあ、身代わりをしとけばね、問題なく勝てると思います。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。よし、やれ。やるんだ。当たらん。いけ。ズドン。ズドン。勝負あり。よーし。まあ、今後このチームでいった方が良さそうですね。対戦に関しては。やったね。マックスに勝利しました。すべすべの鉄条の島の鍵。87レベル。よくわからんけど、とりあえずこういうのが案外良かったりするんでね。では、スカウト行こうかな。スカウト。スカウトするやつを見ましょう、じゃあ。お、スラニンブラック、コールカップ SP、苦心症。お、やっぱ A スキル持っとるぞ、こいつら。バーサーカー苦心症。あ、SP。これがいいっすかね、スラニンブラックもあるんで。お、スラニンブラック、チェイン、闇など、呪いの鉄槌。おー、SP。これじゃあ、一番上のやつゲットします。対戦。ゲットしまくりですね、これでね。いや、これはいいね。うん。霜降りを上げとけば、まあ、ゲットできるっぽいんで、霜降り上げときます。まあ、霜降り安いですからね。1万円ですからね。そんな高くないんでね。よーしよしよし。いけいけ。押せ押せや、押せ押せ。ほほほほ。まあ、いけるやろ。オッケー。これで。苦心症のスキルをゲットしたと。おーし。で、トゥ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 タトゥトゥトゥタトゥトゥトゥタトゥトゥトゥン。で、これ最後いきます。ここもなんか面白いな、なんか。新章小金。あ、新章か。スラニレッド、怒りこべす SP。最強火炎。あ、こいつ持っとるか、まあ、こいつはいらんと。お、ダブルイータ欲しい。うん、ダブルイータ欲しかったやんな、俺。うん、ダブルイータもらおうかな、じゃあ。王の釈上。銀河の剣、雨の幅切り。すごい武器装備してるけど、まあ、ダブルイーターもらいましょうかね、じゃあ。まあ、それかこのレッドでもいいんやけどな。どうしようかな。レッドもらうか、どうしようか迷うな。まあ、ダブルイーターでいいっすかね、やっぱりじゃあ。よし、ダブルイーターにしよう。オッケー。ゲットしました。ダブルイーターゲットだぜ。
デルデルデル、デルデルデル、デルデルデル。オッケー。いやー、ダブルでかっこいいな、こいつ。これなんとも、ギニュー特戦隊っぽい感じ？なんともなんか。こいつはね、結構ね、フォルムが好きなんでね。よし。では全員終わりました。一旦じゃあとりあえずライブラリ見てみます。ダブルイターを見たいんでね。かなりいい感じで行ってますね、今のところね。多分次は、すれ違ってゲットした鍵を見てみようと思います。で、それで面白さのライブがあれば行ってみようと思います。ライブラリ。ダブルイーターはあいつ何属性や？まず A ランクやから、とりあえずまあ A ランクとか行ってみよう。A ランク。おった。ここら辺やな。お、ゾーマズデビル。光の波動、凍てつく波動、闇の波動。めっちゃ波動覚えるな、こいつ。光の波動、凍てつく波動、闇の波動と。おぉ、プチタークやブオンに同じ匂いを感じている。いいね。ゾーマズデビルかっこいいな。スモールボディ、賢さタイプ。ほうほうほう。プチタークも欲しいな。うん。ダブルイーター様、どこ行った？あ、おった。タメトラ攻撃、カウンター、メタルキラー。攻撃結構強いですね、こいつね。連続。2回行動でこれ結構いいんじゃないですかね。あ、でもスモールボディじゃないんか、こいつ。スタンダードボディか、こいつ。惜しいな、こいつ。残虐なブルーイーターとレッドイーターが手を組み、コンビを結成した姿。アウンの曲で攻撃する。生息地天空の世界。こいつ天空の世界おるんか、こいつ。これスモールボディやったらかなり強かったですね。惜しい。まあ、とりあえず。すれ違いバトル。これで終わりでございます。次は、言ったように鍵。を、ちょっと見てみたいと思います。ゲットした。多分10個ぐらいゲットしたんで、まあ、何か面白い鍵があると思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。